最近ね、啓発センターチャットルームというのを作りました。もし趣旨にご賛同いただける方はぜひ参加してほしいんですけども、なんでこういうのを作ったかというとですね、ツイッターとかフェイスブックとかね、最近 SNS が使いにくくなってるんですね。というのも、まあ規制が厳しくなってるというのもあるんだけども、その通報しまくってバンさせるという、まあそういう手口もあってですね、そのバンされる基準というのもよく分かんなかったり、まああからさまにね、間違えてバンされるっていうようなこともあって、まあそういうこともあって作った次第です。でこのシステムがね、チャットワークって言ってですね、いわゆるビジネスチャットですね。よく企業なんかがね、在宅ワークなんかで特に情報をやり取りするために使うためのシステムです。ということはですね、まあ普段からいろんな機密情報なんかをやり取りする企業向けに作ってあるわけで、だからよっぽどのことがなければバンなんてされないですね。だいたい内容をチェックできないんですよね、チャットワーク側が。そういうことをやっちゃいけないことになってるしね、法律上も。機微な情報をやり取りするために作ったっていうのもあるし、あくまで公開の場じゃなくて、プライベートな空間でのチャットということになるので、SNS なんかよりは相当自由度が高いかなという、まあ別の意味で自由度が高いかなというふうに思ってるわけです。ただまあ注意点としましてはですね、わいせつ物とかあからさまに違法なものをやり取りするとね、やっぱりさすがにね、潰されてしまう可能性があるのと、あとはですね、さすがに陰謀論とかですね、心の病の方はバンするかもしれないです。ただ堅苦しいことはしないつもりではいます。というのもね、 SNS よりも閉じた空間なんでね、あまり先鋭化するのも良くないと思うので、もちろんね、解放同盟とかね、全国連のね、審判の方も入っても構わないです。もちろん人権啓発センターの趣旨に賛同いただけるのであれば。ということで、ぜひね、このチャットワークの啓発センターチャットルームに趣旨に賛同される方、ご参加いただければと思います。概要欄にリンクがありますので、ぜひ試してみてください。